ベラツインズはブリー・ベラとニッキー・ベラによる双子女子、プロレスラーのタッグチーム。2007年9月に FCW に登場後、2008年からスマックダウン、ECW、ローに登場している。当初はブリーのみが先行してシングルプレイヤーとして参戦していた。後にニッキーもブリーと不正交代する役回りで登場し、それ以降ベラツインズとして 活動を開始している。NXT のシーズン3で、ジェイミーのプロとして登場。男性の王者に二人で言い寄って、取り合ったり、喧嘩もするがすぐに仲直りをする等のアングルを繰り返していっていたが、2012年5月、WWE から離脱。2013年3月、ローデススカラーズの仲間として復帰した。9月に、ブリーが、 ダニエル・ブライアンと婚約したことが発表されてから、自然とベビーターンを果たし、デーバ王者であるアージリーと構想を始める。2014年4月、ブリーはダニエル・ブライアンとアリゾナ州セドナで結婚式を挙げた。同年6月、ブライアンが上層部によって WWE、世界ヘビー級王座を明け渡さなければ、ブリーが解雇されるという条件を突きつけられた際、ブリーは自ら退団。 さらにステファニー・マクマホンにビンタを食らわせる行動に出たことで、ステファニーは残ったニッキーを目の敵にし、ハンデ戦やヒールのディーバを使って暴行を加えるなど非道な扱いをした。それにより、抗争が激化。ブリーがサマースラムでステファニーと試合をすることになったが、ここでニッキーがブリーを裏切り一人だけヒールターンする。理由は、 ブリーが自身を見捨てたことで不利な立場になったことや、子供の頃から自分だけ損をしていたということを語っている。その後の構想により、10月のヘルインアセルにて、敗者が勝者の奴隷となる条件をつけて試合を行い、ニッキーが勝利。身の回りの世話や試合中の乱入などをブリーに行わせ、11月のサバイバーシリーズにおいて、アージリーの所持するディーバー王座にて、ニッキーが挑戦。 ブリーがいきなりアージにキスをしたところで、ニッキーが、不意打ちを食らわせ、そのまま勝利を収めたことで王座を獲得。ブリーも笑顔を浮かべていた。2020年2月21日、WWE 殿堂への殿堂入りが発表された。ラックアタックアラバマスラムラックアタックブリーモード、ハーフボストンクラブスナップスープレックスイエスロック、通常のクロスフェイスと異なり、相手の片方の腕を、 自分の両足でハンマーロックで固めた状態で顔面を締め上げる。ブリーモードミサイルキックドロップキックスナップ、スープレックスハーフ、ボストンクラブアラバマスラム相手の股下に、自らの頭を入れて持ち上げ、反動をつけて前方に投げ落とす。高角度のスパインバスターラックアタック2013年から、ニッキーが使うようになったフィニッシャーで、通常と違い、敵を抱え上げた後急降下し、 膝で着地することで背中に衝撃を与える。ラックアタック2.0ファイヤーマンズキャリーカッター。フィアレスロック STF と同じ技。ドロップキックスパインバスタースピアーベラバスターショーン。ウォルトマンの X ファクターとほぼ同じ形のフェイスバスター。姉妹共通のフィニッシュホールドである。ツインマジック顔、体格、衣装が全く同じであることを生かした不正交代。 姉妹の片方のみのシングル戦でも試みることが多い。成功した場合は、形勢逆転して勝利を収めることが多いが、失敗した際は体勢を立て直すことができずに敗れることがほとんど。日本語字幕では、双子の魔法と訳されている。かつて参戦していた、バッシャム・ブラザーズもこの戦法を得意としていた。メンバーのカテゴリブリーベラに関するカテゴリ。 ニッキーベラに関するカテゴリー、ありがとうございます。